令和6年4月15日から16日までの2日間、大手旅行会社の株式会社日本旅行が茅野市特別合宿として白樺リゾート池の平ホテルを会場に新入社員研修を行いました。今回の研修では、自治体が抱える課題解決に対し、同社の旅行業で培ってきたノウハウを生かし、改善へ導く新人研修の一環で合宿形式で行うのは初めてとのこと。当日は最初に市職員による若者に選ばれる街をテーマに、市政の取り組みや観光の現状などのプレゼンテーションを聞いた後、新入社員119名が観光を切り口にした課題解決策をグループディスカッション形式で話し合いました。グループの中には、若者で自家用車を持っている人が少ない、月々の定額料金を支払うだけで車に乗れるサブスクリプション型のカーサービスが市内にあればいいなど、若者視点のディスカッションが行われました。今若者別に車持ってないじゃないですか、自分用の。だからもっとシェアカーサービスとかレンタカーサービスをもういろんなところに配置して、その日帰りなんだったら本当にすぐ返す仕組みも作ってもいいと思うし、定住型なんだったら、まあ、その宿泊することによってちょっと安く車借りれるとか、なんかそういう仕組みを作ったら割と来やすい、車持ってない人でも都市圏に住んでる人でも行きやすいのかなって思います。あれやって、団体旅行から個人旅行にシフトしたから、なんかみんなバラバラに行く場所があって、今ある観光スポットをなんとなく八ヶ岳とかミナスラインとかって思い出せるけど、実際にどういうところかって想像したら結構写真が頭の中に出ないと思うので、そういった今ある観光スポットをもっとインスタとかツイッターとかでアピールするっていうのと、なんか私は広島出身なんですけど、結構長野県とか茅野市とか結構知らない町だったので、結構今来てみて自然が豊かな町でとても、はい、活性化していきたいなって思いました。また最後にまとめとして、5分間でプレゼンテーション発表をし、初めて茅野市に来る、 SNS で検索したが他の自治体と比べて活用できていない気がする、若者はまず SNS を見る、 SNS 映えスポットにするには御釈迦池などで着物やドレスを着て写真を撮れるようにしたらどうかなどの意見が出ました。特に茅野市のインスタグラムや TikTok を活性化させるのももちろんなんですけれども、有名な、インスタグラマーだったり TikToker から PR してもらうっていうのがいいのかなという意見が出ました。いろんな人の意見が、その自分が思ってなかったような意見がその同期のみんなから出て、とても勉強になったと思います。みんなでこの問題提起をして共通意識を持って課題に取り組むことによって、なんか別のその仕事仲間だとかお互い勉強して高め合う仲間っていう意識が生まれて、はい、とても有意義だと思います。